よーい、アクション。はい、どうもこんにちは、ゾウです。今日はですね、こちら、じゃじゃん。少し前にディズニーで発売されたハンディクラフトシリーズを紹介したいんですけど、実はですね、前に動画を撮っていたんですが、ちょっとあまりにも動画のね、撮影の出来が悪すぎてね、ちょっと撮り直しでございます。なので、もう開封もして全部ね、箱の中入れちゃったんですけど、これを改めて紹介したいなと思います。はい、じゃあ早速やっていきたいと思います。まずですね、この箱がめちゃめちゃ可愛いですね。こんな感じでレトロミッキーの総柄になっています。値段はね、なんかどっかどの辺かに載せておきます。ディズニーハンディクラフトって書いてありますね。全部ミッキーよ、全部ミッキー。じゃあオープンします。買ったもの全部ね、こんな中入ってるんで、いきまーす。よっ、はーい、こんな感じ。蓋の裏もね、可愛いっしょ。いいよね。で、なんかこんな感じになってます。ちょっと T 字みたいな感じで仕切りになっていますね。で、はい、こちらミッキーのピンクッションですね、購入しました。裏はこんな感じになってます。このロゴもまた可愛い。で、ここはね、クッションになってて柔らかいね。で、中にね、多分こう待ち針とかいろいろ入れるんだろうけど、待ち針ね、買ってないんですよ。なので中は空っぽでございます。あとね、こっち糸、白と黄色、赤、そして青と黒の5種類セットになっております。これがね、割と高かった気がする。糸でこの値段みたいなね、まあ、この紙代でしょうね。で、次が、はい、シンブルですね。指抜きかな、これね。ちょっとプラスチッキーな、プラスチックよりもなんか硬い、プラスチックなのかな、なんだろう、陶器ではないですね。そんな感じの素材です。で、割とずっしりしてる。これがミッキー、これがミニー、ドナルド。1段目はこんな感じになっております。じゃあ2段目いきましょう。2段目開けるとかなりね、下は深いですね。ここに上のね、段が重なるようにできてるので、まあ、大体このぐらいの深さがあります。ここに入っているのが、まずはこちらウォッシュタオルみたいなやつ、結構大判ですね。これ手のひらね、4つ分ぐらいの大きさがあります。裏はこんな感じで、裏はタオル地になっていて、表はなんだろう、カットクロスというか、ちょっとこう台拭きみたいな、そんなイメージの素材でございます。で、ここには吊るせるループもあるので、お部屋のね、手拭き用にこうかけておいてもいいし、夏のディズニー行く時とか、ここにカラビナつけてね、腰につけておくと意外と便利だったりします。で、もう一つ入っているのがこちら、これはカットクロスですね。確かね、100cm×100cm だったと思う。この箱と同じ柄のものを選びました。他にね、車だったりとかパークフード柄だったりとかいろいろあったんですけど、今回はね、これだけ買いました。ピザにこれで巾着だったりとかブックカバーとか作ってもらおうかなと思ってます。端っこの方はこんな感じ。最後買ったもの、はい、これね、ワッペンです。開けてみるとこんな感じで、透明のフィルムに貼ってあります。で、これはね、アイロンをかけると生地にぴったりくっつくよっていうものですね。シンデレラ城と D マーク買いました。こっちが1600円で、こっちが1800円になります。はい、ということで今回ですね、ディズニーのハンディクラフトシリーズ購入してみました。どれもね、めちゃめちゃ可愛くて全部欲しかったんだけど、結構ね、値段が一個一個高いので、厳選して買うことをおすすめします。あと実はこれね、中身入ってないんだけど、他にもワッペンを買っていますが、ちょっと別の動画でもう使ってしまった後なので、それは次動画にあげたいと思うので、ぜひチャンネル登録してお待ちいただければなと思います。はい、最後まで見ていただきありがとうございます。この動画面白いと思ったらグッドボタン、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。また Twitter、Instagram もやっております。下の説明欄にリンク貼っておきますので、そちらからフォローお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。では、撮影のし直しとね、データが消えることが一番きついね。同じこと喋ってるから。あ、いいよ。いいよ。